クローデズグラナスは、上喫なナマズ木ナマズカナマズ族に分類される魚類。中央、南、西ヨーロッパやバルト海、カスピ海近辺で広く見られる大きなナマズである。マイン川、クズルールマク川など、口には、たくさんの小さい歯が並んでいる。上あごには2本の長い髭下あごには4本の短い髭がある。尻びれは長く、尾びれまでつながっており、 比較的前方には小さくて、鋭い背びれがある。鋭い胸びれを用いて、渦を作り、獲物の方向感を失わせて大きな口で飲み込む。非常に滑りやすい皮膚は緑茶色で、腹は薄黄色か白色である。色は環境によって変化する。透明な水に住むと黒っぽくなり、濁った水に住むと茶色っぽくなる。重さや、 長さは季節によっても変わる。メスは体重 1kg あたり3万個に上る卵を産む。オスは3日から10日で水温が上昇し、卵が孵化するまで巣を守る。水位が急速に下がるときは卵を湿った状態にしておくため、オスは尾で卵を撒き散らす様子が観察される。カザフスタンのシルダニア川で捕獲された個体最大で長さは4メートル。 体重は3 9 4キログラムにも達する。淡水魚としては王朝オオザメに次ぐ2番目の大きさである。しかし、このような長さにまでなるのは非常に稀である。前世紀の間は証明できなかったが、19世紀頃から信頼のできる報告が上がっている。ブレムズ・ティアルバンはドナウ川で体長3メートル、体重200から2 5 0ラムの個体を釣ったという。 ヘクル・トクナーの古い報告を引用している。ボークとの1894年の報告では、ビール湖で体長2.2メートル、体重68キログラムの個体を得たとされる。1856年、ケイティ・ケスラーは、ドニエプル川の体長5メートル、体重400キログラムにも及ぶ個体について、記している。しかしこれらの報告には、物理的な証拠がないため、 今日では正当性を立証することができない。また、これらの報告は、典型的な巨大魚と比べて、長さと重さの関係が正常ではなく、さらに信憑性が疑われることとなっている。体長3メートルの個体の重さは150キログラム程度であり、体長5メートルの個体がいるとすればその重さは700キログラムを超えるはずである。 ほとんどの個体の長さは1.3メートルから1.6メートルに過ぎず2メートルを超える体長の個体は非常に稀である。1.5メートルの個体は15キログラムから20キログラム程度で2.2メートルの個体は約65キログラムである。例外的に良好な生育環境に恵まれた場合にのみ体長は2メートルを超え、ドイツのロッテンブルクアムネッカー近郊のキエビンゲンで 見つかった個体は体長2.49メートル、体重89キログラムである。ポーランド、ウクライナ、スペイン、イタリア、ギリシア等でこれよりも大きな個体が見つかっている。ギリシアは気候が良く、餌が豊富で天敵がいないため大きく育つ。これまでで最大の個体はイタリアのポー川で見つかった体長2.78メートル、 体重 144kg の個体である。これより大きな体長5メートルの個体等の報告は、チョウザメの5人等の疑いがある。淡水域から寄水域に住む魚で、幅広く平たい頭と大きい口が特徴である。少なくとも30年以上生きることができ、聴力がとても良い。関係動物、複足砂、昆虫、甲殻類、魚等を食べる。大きい個体は変える。 ネズミのほか、アヒルやハトなどの鳥類も食べる。ヨーロッパオ,オナマズは大きく暖かい湖や深くて流れの遅い川に住む。川底や沈んだ木の穴のような身を隠せる場所を好み、海水域や水底で餌を食べる。また食用として池で養殖されることもある。淡水に住む幼魚には食用としての価値があり、15kg 以下の個体は味が良いとされている。 この大きさより大きくなると脂肪が多くなり食用には適さなくなる。卵には毒があり食べられない。非常に大きな個体は稀に人間を襲うという噂がある。アニマルプラネット怪物業を終えで放送されたジェレミー・ウェイドの調査でもこのエピソードが紹介された。オーストリアの新聞デア・スタンダードの2009年8月5日付の記事では ハンガリーのジェール近くで巨大な個体を素手で取ろうとした釣り人が右足を水中に引き込まれたという記事を載せている釣り人は辛くも魚から逃げたが彼によると魚の重さは1 0 0ラムはあったということであるしかしこれは人間が先に手を出したのであって大きな個体であっても人間を餌とは認識しないと考えられる元来生息していなかった南ヨーロッパ地域に 外来種として導入されたサイの影響について関心が寄せられている。アフリカのビクトリア湖に導入されたナイルパーチが急速に固有種を絶滅させたサイの状況等が参考にされている。深刻な影響はすぐ湖全体に広がり、元来の生態系のほとんどが破壊された。この事例は極端だが、外来種の導入では常に生態系への影響を考慮する必要がある。 日本では2016年8月にヨーロッパナマズとして特定外来生物に指定され、使用、保管、運搬、放出、輸入などが規制された。ありがとうございます。